若い女性の間で罹患率が高い子宮頸癌。検診受診により早期発見が可能です。詳しいお話を秋田県医師会の野戸彩先生に伺いました。子宮頸癌は近年増加傾向で毎年1万人の女性が罹患し、3,000人の方が亡くなっております。20歳、30歳代の若い女性が増えており、 妊娠・出産・子育ての時期に重なることが問題です20歳以上の女性で2年に1度の検診が推奨されています秋田市では20歳以上の方は年に1回40歳以上の方は2年に1回の検診を推奨しています子宮の出入口である子宮頚部の細胞を専用のヘラやブラシでこすって取ります つられたような鈍い感覚はあ子宮頸がんの前癌病変子宮頸がんのごく初期には小さな手術で子宮を残す選択肢もあります進行した子宮頸がんは病変の進行度により手術療法放射線療法を選択します手術療法は子宮の摘出が必要になります 子宮頸がんは20歳、30歳以来の女性に増加しています。子宮頸がんは hpv に感染後発がんするまで数年から数十年かかるため、20歳から2年に1回の検診を受けることで予防できるがんです。早期発見で子宮を残しつつ、完治することが可能な子宮頸がん、定期的な検診受診が大切です。次回も子宮頸がんについてお伝えします。